単純にまあ豆腐のパクってたんですよ。ですよね。はい、いいとこ見つけたなみたいな。店見つけたなみたいな。どうやって出て、はい、どうやって喧嘩したのか。サムネが似すぎてるんですよ最近。じゃあ、ということで始まりました、モテッシャンネル。さあ今回は挨拶。あ、挨拶か。ちょっとブルーベリーバタコちゃん、どうもしましょう、文字です。何言ってか全然わかんないと思う。すみません、あのブルーベリー畑からこんにちはって言ってます。ほとんどの人は知らないかもしれない。そうですね、全くでも知らないと思いますね。はい、はい、すみません。誰ってなってる人と来たってなってる学歴中。いや、僕のファンは多分いないですよ。絶滅危惧種なんで多分。いわゆる浪人とか留年たちを飼う人でしょ。まあまあそうなんですかね。明日の縄文人っていうですね。はい、すごい名前。そもそも何て言ってたか多分分かんなかったと思うんですけど、今編集マンも何て言ってたのってなったと思いますが、その明日の縄文人に来ていただきましたって言っていいんですか。はい、明日の縄文人なんですけど。明日なんだ。あ、そうっす。明日の縄文人は俺好きで名前つけたんで。そういう理由だったんだ。てっきりすげえ再生されてるのが、あの兄弟の酒飲みながら喋ってるおっさん。あ、はいはい、おっさんとか言っちゃった彼のやつだから、彼が明日の縄文人だと思ってた。あ、そうなんですか。まあ、もう知らないですよね、こんなガキね。はい、で、何者なんですか。何者ですかってめっちゃ抽象的な質問じゃないですか。経歴を言うと、はい、鳥取出身で、まあ、鳥取西高校っていうところがあるんですけど、はいはいはい、そこから、まあ、立命館大学っていうところに進んで、はい、まあ、今留年して4年生っていう感じですね。何者っていうとそうなりますね。で、今 YouTube もしてるっていう感じですね。なんで留年とか浪人とか謎の失敗してるやつらをこう集めるようになったんですか。最近は正直浪人とか留年してる人は集めてないですけど。あ、ちょっと最近なんか成功者みたいなのもね。まあそうですね。失敗野郎ども集めようって思ったきっかけは何だったんですか。単純にまあトマホークのパクってたわけですよ。ですよね。はい、トマホークの、ね、サブちゃんかと思った。面識はあるんでしょ、トマホーク。あ、だって毎回出ても。それでだから僕がパクってしまったから外されたわけですから。あ、パクったから外された。多分そうだと思ってます、僕は。トマホーク自体は似すぎてて困ってるとは言ってた。だからその僕は捨てられたというそのね、害があるからね。デメリットの方が大きいからね、僕を出すのに。サムネが似すぎてるんですよ最近って言ってた。トマホークチャンネルよりも編集はちょっとカルマっぽくしてたりするね。あ、まあそうですかね。はい、まあ、はい、あれは自分でやってるんですか。あ、そうです、あれ自分でやってますね、編集はね。なるほど。じゃあトマホークの見ててこれやって思ったんです。これやってか、そうです、なんか留年の人やってなかったんで、自分が留年してるってのもあって、うん、まあそれで留年で伸びるんじゃないかなって思ったのが最初ですね。そしたら、ほら、うまくいくじゃない。そうなんですよね。当時多分2万再生いったらいいなと思ってたんですけど、はいはいはい、今多分40万再生ぐらい多分いってると思うんで、はいはいはい、とこ見つけたなみたいな、2点見つけたなみたいな感じですね、僕のイメージからしても、はい。まあ、いつもインタビューしてる側なんで、何者なんだと。何者、ちょっと抽象的すぎですか。トマホークとも一緒に出てたわけ。はいはいはい、どうやって出て、はい、どうやって喧嘩したのか。あ、好きでしょ、そういうの視聴者。だからちょっとね、聞きたいなと思って。あ、全然大丈夫ですよ。まずですね、そのトマホークとの出会いは、はい、僕もちろん大学生になった時に、はい、普通に YouTube って難しいじゃないですか。はい、僕は登録者100人ぐらいの時に、はい、ちょっと待って、登録者100人ってことも始めてたのね。はいはいはい。え、いつからやつ。多分大学2年の春とかですかね、だいぶ前ですね。で、その時に全然飲めなくて、うん、なんかまあ滋賀県のYouTuber で誰かコラボしてくれへんかなと思って、はいはい、滋賀県大学生 YouTuber で検索したんですよ、YouTube で。したら、まあ、あの滋賀大 YouTuber のトマホークが、当時ですね、登録者1000人でったかな。おーおーおー、僕からしたらもうすごい数字ですから。なるほど。100人からしたら。で、それで、まあ、あのコラボしてもらえませんかというふうに、まあ、Twitter の DM を直接送ったんですね。まあ、1年半ぐらい前か。まだその頃はそんなにね、いないしね、 YouTuber たち1000人いればすごい上位にランクインできてた時代ですから。まあまあ多分上位 10% とかじゃないかな、多分。今はね、1000人なんかもう当たり前みたいになってますけど、うん、当時の1000人だったら、うん、今で言うところの10万人ぐらいのランキング。それは言い過ぎでしょ。いや、ほんとほんと。いや、今僕ランキングちゃんとこう見てるから。あ、そうなんですか。そう、今だって俺15万人で、当時の自分が1万人とかだった時よりランク下ですもん。あ、そうなんですか。それぐらい YouTuber ってめちゃめちゃ増えてるんで。あ、だから今の10万人の人たちのランクに入れる1000人台だったら、多分だ5000位とかそれぐらいだと思う。あ、そうなんですね、はい、インタビューも多分今してると思うんですけど、はい、なんかそういうのも全くせず、うん、自分の体験談を彼が話してるみたいな、はいはい、時に声を貸して、ね、消させてもらって、うん、今ちょっと消されちゃったんですけど、はい、まあ、なんか立命館大生として呼んでいただいて、まあ、コラボして、
そっからまあ一緒にちょっと活動するようになったっていうのが、まあトマホークとの出会いのきっかけですね。はい、うんうん、でいろんなね人を呼んで、はいはい、ちょっとね治安が悪いようなチャンネルでしたもんね、トマホークもね。なんかちょっとチャラいノリの人たちが結構ね出てた。最初ともね普通にただ受験した人を呼んで、トマホークも、まあ、めっちゃなんかトマホークの説明になっちゃってるんですけど、受験の経緯を話すみたいな感じだったんですよ、うんうん、で最初がなんかスマイさんっていう方の話、はいはい、めっちゃこれ大丈夫ですか、これ本当すごいニッチな層の話をしちゃってるんですけど。全然大丈夫です。で多分次が僕が話したんですよ、はいはい。で多分その次かな、ブッカーってやつがいて、はいはい、そいつがめっちゃね、なんか僕とかトマホークのチャンネルにコメントとかめっちゃめちゃ残してて、はいはいはい、でまあなんか僕の DM にコラボしようやみたいなことを言ってきたんですよ。でちょっと俺とトマホーク正直なんか1個の動画に10件ぐらいブッカーってやつがコメントしてて、ちょっと気持ち悪いじゃないですか。コメントは全然いいんですよ、ありがたいんですけども、まあコラボしたいって言ってる人はちょっと若干おもろそうだからコラボしてみようぜって話になって、そこでまあブッカーがしくじき先生っていうか、その自分の受験の体験を話すっていうのに出たんですね、はいはい。で多分3本目かちょっと4本目かちょっと忘れちゃいましたけど、そしたら4浪で別に伸びると思ってなかったんですけど、はいはい、バカみたいに伸びて、はいはいはい、でそれで気づくわけですよ、トマホークも、うん、あらこんなとこに油田があったぞと、太郎の太郎って需要あるんだなと。でそっからだから太郎ブームが彼も気づいたんじゃないかなという。すげえな、インチキ予備校講師みたいな喋り方だな。あ、そうっすか。就活でも結構こういう感じで話してるんですけど。なるほどね、10浪とかね。そうっすね、いてね、うち42浪出てます。あ、42浪もいるんすか。だから自分のチャンネルで結構その今青山学院トークとかをしたりしてるんですけど、なんか東大トークとか、うん、でまあ2浪の人とか出るんですけど、2浪って正直多分世代の一般以下とかかな、うん、かすごい珍しいんですけど、あの太郎インフレしすぎたせいで、そうそうそう、インフレ2浪なんか全然珍しくないみたいな感じになんか思ってしまわれるんですけど、ちょっとそれ困りますね。どこもインフレしすぎ、うん、で最近はもうトマホークの横にハマイとか、そうです ね、だいぶメンツが変わってんですけど、はい、理由はあの予想でしかないです。これトマホークから直接話を聞いてるわけじゃないんで、はいはい、その点を了承していただきたいんですけど、はい、まあ、僕自身やっぱり自分のファンをつけたくて、はい、もともと YouTube やったんですよ、うん、全く学歴系とかせず、はい、大事ですけどやっぱり全然やっぱ登録者伸びないんですよ、うん、僕自身に需要がないからってなった時にやっぱトマホークにやっぱ出てるわけだから僕は、はい、ってなると、まあ、僕に流れてくる視聴者ってのはもちろん学歴大好きな人が多いじゃないですか、はいはいはい、ってなった時にトマホークが太郎やってると、うん、じゃあワンチャンその他流やってないから他流やったら伸びるんじゃないと。他流やってないからっていうね、もうなんか普通の言葉のように使ってるけど一般的な言葉じゃない。あ、まあまあ僕が流でしたっていうのもあるんですけどそれってやったらまあ伸びたってこともあって、まあそれでもう僕は1年ぐらい全然伸びなかったんで、はいはいはい、もちろん本当トマホークには申し訳ないですけど、うん、他流でやっていきたいなというふうに思って、はいはいはい、そこがやっぱトマホークとしては言われたんですね、やっぱやめてくれよと。おで俺としてはもちろんトマホークには恩があるんですよ、はい、伸ばしてもらったっていう、だけどやっぱまあ1年間全然伸びなかったからここに来てめっちゃいいものを見てしまって、そこでやっぱ留年でやりたいなっていうふうになって、そこはやっぱちょっと亀裂が生まれて気づいたら呼ばれなくなって、まあ、浜井さんが僕の椅子に座ってたというまあこれだから僕完全にね100ゼロで僕が悪いです。なるほど、じゃあトマホークにちょっと謝罪の方を。そうですね、だからちゃんとトマホークさんの言う通りですね、僕は太郎系は扱わないという約束をして、太郎の人は呼ばないということをして、太郎人はもう呼んでません。結果として太郎を呼んでもサムネイルには扱わないと、そういうことは守ってます。トマホークは僕に対して怒ってると思うんですけど、僕はトマホークに感謝してるんでね、まあ、これからも一緒になんか頑張っていけたらいいかなというふうに思っております。全然謝ってない。え、全一切謝らなかった。まあその申し訳ないと思ってますけど、はい、まあ、再生数も俺が言った時より全然上がってると思うんでね。そうだよ、もうだって400万再生ぐらい。あ、そうなんすか。俺もあの今見れないですよ、辛すぎて。もう400万再生いくと思う、そういうチャンネル。それが今ちょっとショックです今。今トマホークちょっといいっす。別次元のチャンネルになっております。あ、そうっすか。まあまあまあね、それだから僕とやっぱ差があるってことですね。独立してもちゃんとやっていける人、能力ある人は多分やっていけてると思うんですけど、うん、まあ、やっぱそこでやっぱね、この離れていくと再生数が下がるってことは、これがね、僕とトマホークの能力の差っていうことですね。え、だって最新の今のやつ誰がゲストか知ってる？知らないです。 NHK をぶっ壊すですよ。あ、そうなんですか。あー、そうですね。今だってゲストのレベルがもう全然違う。だから俺が出た時につい森鉄まで来たかみたいな感じでわーってなってたのに、もう次から次上のレベルのゲストが出てくるから、おい俺かませ犬じゃねえか。そっちもインフレしてるんすか。じゃあインフレしてる。もうだってさ380万再生取ったから、もうこれからどんどんいいゲスト来るでしょ。ちなみに上の後来たのアトム法律事務所。ああ、そうですよ、チャンネル登録しますよ。そうそう、アトム法律事務所がやってきて、はいはい、でその後にヒロシさんがやってきて、そしたら次NHK ぶっ壊すか出てきた。びっくり。じゃあまあすいません、なんかね、トマホークさん本当にすいませんでした。はい、あ、よかった、謝った。はい、これで仲直り。本当に申し訳ないです。また呼んでいただけたらまあ絶対ないですけどね、はい、お互い頑張りましょうということで。じゃあとりあえず僕はあのトマホークにね電話して、じゃあ聞いてみますか。ちょっとマジで、ちょっと本当気まずいっすわ。ちょマジで、ちょマジで、はい、
ありがとうございました。いやー、これでねこの亀裂をさらに深めたのか仲良くなるのか、この後私の腕の見せ所なんで、これからちょっとトムホークに聞いておきたいと思います。はい、ありがとうございました。今回は下の縄文人においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。